にちは、はるみチャンネルです。イエイ、あたしです。今日は久しぶりにふわもちスライムを作っていきます。イエーイ。今日はふわもちスライムなので、シェービングフォームと洗濯のりとボンドと風車を使います。はい、じゃあ早速作っていこう。 GO。 じゃあまずは洗濯のり。はい、これですか？そうそうそう、それ。開けられる？よいしょ。これ一回出しちゃう。はい、そいつ開けられない。開けられない、ちょっと待って。はい、どうぞ。ありがとう。適量入れていきます。よいしょ。はい、シャイちゃん。そして次にボンドを入れます。入れていくね。にょろん。はいはいはい、じゃあ混ぜます。はい、おー、いいじゃないですか。はい、次は何を入れるんですか？じゃあ次に、放射じゃなくてシェービングフォームを入れていきます。はい、はい、じゃあ入れていきましょう。はい、どうぞ。よし、いきますよ。べっとりついてんじゃん。あ、じゃあいきまーす。はっ、これ、うん、おー気持ちいい。大丈夫？大丈夫。結構入れていきます。もうちょい入れようかな。もうこのくらいでいいんじゃない？はい、OK。 すごっ。はっ、おー、いいね。見てフェチです、これは。なんかさ、こうほら丸まってるじゃん。こう丸まっててさ、なんかさらっとしてんだよね。ボコボコしてるところが一つもなくて、いつでも見られる。では混ぜていきましょうか。はい、混ぜまーす。すごい、生クリームみたいだね。いや、これ生クリームピザ。生クリーム、あー、すごい、ふわっふわ。シェービングボールは滑らかに回るよ。いいね。おー、すごい。やっぱり生クリームみたい。ほんとだね、すごい真っ白です。めっちゃ真っ白。じゃあちょっと混ぜたので、もうちょっとだけシェービングフォームを加えていきます。で、あとは入れたらそーっと混ぜます。よっ。このくらいかな。お、いいじゃん。はい、サップ。はい、いい感じです。じゃあそーっと混ぜていきます。はい、そーっと混ぜていきます。すごいね、しっとりしてます。それではいよいよ放射を入れていきます。放射振りましょう。チャポ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 。あ、いいんじゃない？これぐらい？もうちょっと入れていいんじゃない？うん、いいんじゃない？じゃあ、じゃあ混ぜていきます。おっとっと。じゃあまずはこれくらいで混ぜていきます。じゃあ混ぜます。すごい、本当に生クリーム。あ、でも固まるんじゃない？なんかさっきよりほらなんかちょっと弾力ついてきた。ビョーン。おーすごい。はい、おー、固まってきた。弾力がついてきましたね。もう、ではできたので早速触っていきたいと思います。はい、はい、それではテーブルの上に出します。はい、手で取っちゃおうかね。わー、おー、
ふわです。ふわ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 、本当にふわふわ。なんかほらこう触るとプルンプルンってするんですよ。プルン、すごい、すごい。で、すごいじゃーん、伸びます。こう伸びる。すごい。おー、すっごい伸びる。ビューン。わー、しっとりしてる。本当にふわふわすぎるね。なんかハンドソープを手で触ってるみたいな感じですね。すごい泡泡。ちょっと手につくので、もうちょっと放射足せばいいのかな。ビヨーン、もっちり。すごいね。見てて、ビヨーン、お餅みたい。でもね、すごいよ。ふわっふわです。で、もちもち。すごい。泡を丸めてるみたい。ほら、あはメレンゲみたいな感じですね。見てて。ビヨーン。よいしょ。ビヨーン。よいしょ。ふわっふわだよ、こうやっておくと。お餅みたい。パパパパ、お餅。おー、すごーい。あー、いた。おっきい。お餅ちょっとだけ静かにして。うまいじゃん。そう。では、音フェチタイムスタート。私のはここにちょっとだけ入れます。これを何日間か置いておきます。はいはい、今回はスライムを作ってみました。ふわふわでめっちゃもちもちでした。皆さんももちもちのスライムを作ってみてね。みんなもね、ちょっとだけもちもちなので作ってみたらいいかもしれません。作ってみたらね、ちょっとだけね、私たちも作ってみたよとか概要欄に。それではいくよ。それでは、バイ。はい、1週間が経ちました。今日は、はい、この上にシェービングフォームをかけて1週間放置したスライムを触ってみるのと、はい、こっちは元々のふわもちスライムをカップに入れて蓋をしたスライムを触ってみます。1週間どうなったのか触ってみます。ではまずこっちは、この表面がわかるでしょうか。すごいもうふわふわしてて、サクサクしてそうな感じです。一瞬きめ細かい雪が積もったような感じです。それでは触っていきます。次はふわもちスライムに蓋を閉めたスライムで、上にはシェービングフォームをかけていない方です。なかなか開かないね。固まってるのかな。開いた、見て。おお、
すごい。では触ってみます。ものすごくシュワシュワしてます。以上が1週間後のスライムでした。またね。